はい、皆さん、ビットコイン、XDC、XLM、同時コインちょっと見ていきましょう。今日は今までここね数日間の間、まあ、どの根拠を優先するかによって上の話したり、まあ、また逆にね下の話したりと、その根拠によって上だったり下だったりした、話してきましたが、その順番もね、下行ってから上とか上行ってから下とかね、その優先する根拠によってちょっとはっきりできなかったんですけど、ちょっと今日ははっきりさせたいと思います。はい、なので、今ね多くの方がこの動画聞いてる方が今調整中だとね見ている方がまあ多いとは思うんですけど、まあその通り調整中ですね。でその調整終わったら上昇、来ると言ってきた話、そこら辺は変わりはありません。なのでこの上昇、この調整が終わった後は爆上げが来ます。アルトコインもビットコインも。ということから、このじゃあ調整いつ終わるのかっていうことについてちょっと話していきます。でどこら辺まで下げるのかっていうことについてですね、まあそこら辺は今まで話してはきたんですけど、しっかりと明確にしたいと思います。はい、ということで、これもちょっとサイクル理論を使っていきますね。日足のサイクル、前回の動画は週足のねサイクルの話したんですけど、週足だとちょっと遠いので、日足のねサイクルの話したいと思いますけど、日足のサイクルはメジャーサイクルって言って、その底ね天井、底ねを35本から45本で、着地させます。始め値から、高値、そして終わり値、35から、45になります。でそのサイクルスタートが、ここになりますね。どれだ、あれこれか、これね、ここで、ここ35から45です。日足はね、だから今ここがサイクルスタートです。はい、起点、そしてここにも高値がありますね。高値があって落ちてきて、今ボトムらしきものをつけて一回上がって、このあと、まだここだと29ですね。29、ちょっとこれ、右取り上げが逆になってるからマイナス29になってるけど、まあ29本ですね。はい、29本、35から45です。35から45、はい、45まで取りましょう、一応45、まで取った時にこの中を安値高値そして安値、っていう、まあ、こういう形作るわけですね。この分析が合ってればの話ですけどね。はい、そういうことから、この、ボトムらしきものを今ここつけてますけど、ここまでまた落としてくる、それかまあ割ってくるというふうにまあ見てるわけですね。でこの話は今まで私が話してきたこの下降の、カウントですよね。これがまあ A そして B、で、まあ、C はまあちょっとここ割るか割らないか分からないけど、とにかくまあこういうようなね、形か、それか ABCDEっていう形を今作りに来てるわけですね。ということで、ボトムの時間がまあもう少しね、まだちょっとかかります。ここだと29だからさ、35から45、35までいかないとボトムの時間にならないからさ、だからこのここさ、もうちょっとだね、数日です。あとね、一応45までいったら2月の真ん中あたりだね。はい、ということで、まあ長くてここまで、かかるということで、このボトムらしきものをまた再びここまでつけに来る、か、まあ、割ってくるか、まあ、どっちかですよね、と思うんですけど、その後、ズドーンって上がってきます。はい、ということで、皆さんが半減期前のね、最後の買い場になるなって考えてる方いると思いますけど、もう買ってる方はね多いかもしれませんけど、ビットコインがここら辺までね来る
この間にまあ買えばいいってことになります。アルトコイン、あのビットコインも含めて買いたいものがある人はね、っていうふうにまあ自分的にはそう思いますね。はい、ということから、まあこのね、あのもともと、あの話してたアカウントもまあ3万5000まで、ね、落とす、かじゃないかなって、それが3万7850じゃないかなって話してきた、ラインまでまあつけるに行くかもしれませんね。3万5000つけるかな、3万5000つけないかもしれないね。まあ3万7800とかさ、まあそこら辺かもしれません。それかまあこの、安値と同じ、価格帯で、あの下げ止まるかもしれないし、ちょっとそこら辺は分かりませんけど、まあとにかく時間の話すると、まああともう、数日あるわけですね。はい、ということから一回、今ねこの調整、完結に今これから向かうので、その後ですね、まあ間違いなければ、あの爆上げするというふうに、見てます。はい、ということで、まあ、ビットコインは、まあ、こういった分析で、まあ、決定したいと思います。はい、はい、続いて XLM ちょっと話していきましょう。昨日の動画で動画作ったんだけど、ちょっと時間長くなっちゃってるから、あえて外しますねということで別で出しますと言ったんですが、その話も週足サイクルの話になってるので、ちょっと日足のサイクルの話で作り直そうということでお蔵入りにしました。はい、ということで、これもあのビットコインと同じように、まあ、どこまで下げるのか、いつになったらボトムつけるのかということで、何日までにね、もし買うんだったら、ね、買えば、いいんじゃないかなっていう、まあ、あくまでも自分の、なんていうかな、目線なんで、そこら辺は皆さん自分で決めてもらいたいんだけど、現状ですね、この下げっていうのは、ここがね、これどこまで下げるんだと、いい加減止まれよってね思うじゃないですか。俺も思うんですけどここが、この波の起点になります。ということでこう下げてくるっていう、ね、最高に下げても多分ここまで行くっていうことですよ、ね、おそらくね、ここの下は割らないからさ、ね、こういう風に、なので多分最悪な場合だとここら辺まで落ちるってことになりますけど、ただここら辺まで落ちないんじゃないかなって俺はまあちょっと思ってるんですけどね、ただ可能だっていうことですね、落とすことは、はい、ということで、サイクル理論の話していきますけど、今ねこの、起点がですね、この今、日足でここがボトムになってます。それと同時に起点になってます。これが、日足の1、2、1、2、3だね、この中を、3つの、サイクルが、の3つ目、3つ目のここが起点になります。で2つ目の、ボトムになります。この矢印のところはね、はい、なのでここから数えて、35から45ですね、はい、これ30、今43になってるから、35から45、45だと、まあだからビットコインと同じぐらいになってくるんですよ。ちょっと取れないな。まあいいや、ここで。はい、ということで、これももうちょっとです。ね。ここだからさ。ここから始まって、こういうふうに戻してきてるからさ。はい。なので、まあ、ここ、この日にち、までの間に、着地します。ということはどこで着地するかっていうと、まあこの白いね、斜めのラインかオレンジのラインってことになりますね。
白いラインはここからね、うん、ここ上下で分かれてるところ、うん、で、ここのボトム、うん、つけてるところの延長線、うん、か、まあ、0.099 だから 0.1 になるのかね、 0.1 ぐらい、うん、こうつけて、まあ、白とオレンジだから白と白の間で、うん、あのなんとか下げ止まるんじゃないかなって、うん、いうふうには見てるんだけどね、うん、はい、ということで、まあ、うん、このオレンジのラインなんかは、ね、ここ何回もこう落としてきた時に試して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 やっと抜けた、うん、このラインです、オレンジは、うん、なのでまあここら辺でね止まってもね全然あの不審じゃないわけですね、うん、ここ切ってきたらもうえらいことだからね本当にって思うんだけどね俺はね。だからまあここら辺か、うん、白かねオレンジのあたり、うん、で下げ止まるんじゃないかなとかことですね、これこう来て、うん、ね、はい、でまあここまで来れば、うん、日にちで言うと、まあ中間ですね、2月の16、うん、前後ですね、2月16金曜日、まあ、ちょうど動く時じゃないですか、金曜日金土日とかさね、はい、ということでまあここら辺までは、うん、ちょっとあの時間見ながら、うん、下げ幅はでオレンジか白あたりじゃないかっていうふうに見てます、はい、ということでまあステラルームね、別にあのなかなか上がんないけどさ、うん、まあ、 あのこれ普通モードでしょって思うけどね、うん、ね、はい、ということでまあステラルーム以上です。はい、続いて XDC いきましょうか。 XDC はさ、これがちょっとね意外だったね、過去に話してきたことがあるんだけど、あのこれがね、あの調整、うん、でここら辺まで来た時にさ、あのこれ終わったのかな終わってねえのかどっちかよくわかんねえなって言ってて、もしかしたら続いてるかもしれないけど、動画上げてきた中では、あ、これ多分、まあ、終わったんだねって、うん、いうような話とかもしてきたんだよね、うん、まあその理由は他のアルトコインとかもね上げてきてたし、うん、あのだからまあ それに追随するんじゃないかなってね、まあ思ったことがまあ一つは理由だよね、うん、あのただまあこうやってね結果的に見たらね、あのやっぱり調整だったんだねっていうね、うん、ことが分かってね、うん、はい、ということでまあ結局ねこのね、あの緑、うん、の斜めのラインをねまだ未だに、うん、上 あの半分からね上にも行けれてなんで、この白いラインからね上、うん、にも行けれてなんでこう下げてきているってことは、うん、ここで大きくバーンって跳ねた時に一気にズドンと売られた、この理由は下降トレンドだったからずっと、ね、売られてきてるんだね、うん、っていうことだよね結果的にはね、うん、これ難しい調整だったよなこれな、うん、って思います自分的にはね、まだ、うん、これで俺一つ覚えたからさね、うん、はい、ということでまあそういう考え方すれば、まあ、あの間違えたこともね、うん、あのプラスになるなっていうことですはい、ということでね皆さん、XDC ですけど、これも、これね XDC はあの通常の調整 あの期間だよね、ずっとね、うん、別にビットコインと一緒に動くわけでもなければさ、うん、XDC 本体の動きだよねこれはということは思うので、これもあのすごいあの 前に言ってた話なんだけど、この高値を作った時にこれねこういう風に下げてくるからねって、うん、ね、うん、言ったことあるんだけど、まあそれがねあの現実になってきてるなっていうことを、ね、まあこうやって結果を見れば、うん、あのその時のね話は合ってんだなみたいなね、うん、ただその中であのなんていうのかな、気持ちのさね、なあの上がったり沈んだりっていうのがあってさ、他の、ね、コインとかが上がったり下がったりしね、うん、まあそういうのもあったせいで、あとビットコインがあの意外なところからさ、あの自分の分析を否定してあの超下げるところさ爆上げしてっちゃってさ、で今の爆上げに続いてつながってるわけで、まあそういうところもね考えると、うん、まあそういうところでもあのまあ見方をねこうなんていうかな迷わせたっていうか、うん、なんかそういうあの自分の中ではまあそういうね、うん、ふうにあの結論が出てるんだけどね、うん、そういうところでまあ間違えたかなみたいな、うん、はい、ということでまあそれはいいんですけど、もうすぐねこれもあの終わるってことですね、うん、あのまあビットコインもうすぐ終わるんで、
でこれは通常の調整の時間をねずっとね作ってきてるから、もうこの水色、の、まあ、近くまでは行くってことですよね、このまま、で安値が、ここの 0.05 だっけ、 0.045 かな、ね、ここ今割り込んできてるからさ、1個だから下になるわけだね、まあ落ちてオレンジだよね、落ちてオレンジ、ね、ここ、まあそのぐらいだと思うんですけど、落ちてオレンジ、でまたこういって、緑を上にして、横に動いてって、まあ、どっかで上にパンって抜けるということだから、まあ、ビットコインが上がる、時間になってくれば、まあ、これも下げ終わらして、あの上に向かうような感じになってくると思うので、まあ買うにはまあいいとこですよね。ね、買いましたんだったらね、あの半年前のということで、まあそれはどのぐらい握るのか、長期で持つのか、次のバブルの高値で利確するかにもよるかもしれないけどね、買う計画がある人はいいんじゃないかなと思いますね。はい、ここから、まあ波動が、上昇が始まるから、ね、こう上に行くわけだね、っていうふうにまあ見てますね。あのセラルメンもマックサルティも全部そうだけどさ、はい、ということで、まあ、ビットコインがすぐ終わるので、まあ、そこまでは、あの下げるか横に動くということで、はい、まあ以上です。はい、続いて同時コインですけど、同時コインももうすぐまあ終わるということで、水色割るかな、割らないと思うけどな、どうだろう、まあ、 あのビットコインが終わるぐらいの時に終わると思います、はい、なので、まあ、これも終われば上行くと思います、はい、はい、ニュース行きましょう、ステラですね、スマートコントラクトかな、デビュー、プロコトル20アップグレードが 2月の20日に設定ということで、ソロ版スマートコントラクトのことだね。あ、これ前もあったよね、こういうニュースね。で、一回ね、延期したみたいですよ。はい。当初は1月30日に予定されてましたが、このアップグレードは一時的に中断されたと、バグがあったらしいです。その後2月の2日に、リリースが、利用可能になることをコミュニティが保証したと、財団は安定版のリリース、テストネットのリセットアップグレードは来週2月の6日に行われると付け加えたと。その後ステラインフラクチャーを実行している人は2月の20日までに新しいバージョンをインストールする必要があるということで、はい、ソロ版への期待はステラコミュニティ内で非常に高く、多くの人がステライーサリアムの信頼できる競争相手として位置づける可能性がある重要なアップグレードとみなしている、ということでね、ステラの、ネイティブ暗号通貨である XLM は 0.7% 上昇し、 0.1133 米ドル前後の安定した取引価格を維持しました。しかし本執行時点では、出筆時点では、取引量が大幅に増加し、過去24時間で 16% 増の7250万米ドルに達した。上がった時なんてあったか？ 0.7% ずっと下げてるようになんか印象だけどな。はい、ステラのコミュニティがプロコトル20のアップグレードとソロ版の展開を待っている間、より広範なブロックチェーン業界はこの動きがスマートコントラクトプラットフォームに与える影響を予想して注意深く見守っていると、ステラの旅の新たなショーの舞台が整ったと、20日ですね、ネットワークに注目が集まっているということですね。はい、ステラ、あのさ、円建ての、ステラのチャートなんだけど、なんかちょっと気になるところあるね、あのビットフライヤーだけどさ、なんかす上髭、めちゃくちゃ長いの、何回も何回もつけてさ、投げ売りされたようなさ、怪しいよなって思ってるね、少し、ビットフライヤーのチャート、皆さん、
よかったら見てください。他のチャートはね、そんな感じ、米ドルの方はね、そんな、ことはないんだけどさ、ビットフライヤーのチャートね。はい、ということで、まあ何もなきゃいいけどね。はい、以上です。はい、次、FRB 金利据え置き、ビットコイン価格は半減期と、香港での BTCTF の上場の可能性の中で回復力を示していると。はい、5万ドルに押し上げることができますかって、聞いてますね。聞くんじゃなくてさ、示してほしいね。ね、こういうのね、5万ドルに押し上げる可能性がありますとかさ、俺たちに聞いてどうすんだよ。はい、米、連邦準備制度理事会 FRB はフェデラルファンド、金利を据え置き、経済成長とインフレ、抑制に慎重な姿勢を示したと。ビットコインはこの金融環境の中で回復力を示している。5万ドルの大台に達する可能、達する能力についての疑問を投げかけていると。俺はね、まあ、テクニカル的にはですよ、5万ドル、行くって思ってます。はい。つけると思ってる。次の爆上げでね。米国の、最新の金融ニュースでは、連邦準備制度理事会 FRB が金利を据え置くことを選択し、金融プラットフォーム全体で議論を巻き起こしました。この動きは多くの人にとって賢明であると考えており、FRB がインフレ管理と経済成長の持続に引き続き注力していることを浮き彫りにしています。ということで、フェデラルファン、金利ですね、5.25% から 5.5% の範囲で、まあ、高値維持してるわ。高値維持っていうのかな。ね、はい、安定、金利安定化の傾向を継続することを確認した。これまでの予想では金利、追加利上げが予想されてましたが、FRB が現在のスタンスは、利下げを検討する前に 2% のインフレ目標を達成するという目標を強調しており、より慎重なアプローチを示唆していると。この保守的な金融政策にも関わらず、ビットコインの評価額は S&P500、ナスダックなどの伝統的な市場で見られる下落とは対照的に43,500ドルの範囲で、保持されており、驚くべき安定性を示していると。まあ、ということですね。はい、ちょっと今ね、このニュースじゃなくて、本当は別のニュース読みたいんだけど、ちょっと次の動画で話しますが、米国の、地方銀行 ETF、また暴落している、暴落じゃなくて下がっているよね。で、コミュニティバンクっていうアメリカの、銀行の株価がまず暴落している。それ、月末にありましたね。で、今日は青空銀行がまた暴落している、だから米国の商業不動産の、その手テナントがさ、今ずっともうガラ空きだからさ、まあそういうことから、損失の計上したわけだね、おそらくね、と思うんですよね、決算でね。はい、ということで、それがね、またね、ビットコインに、ちょっと前にあったさ、銀行破綻、ありましたけど、3店舗くらいなんかあったじゃないですか、シグネイチャーバンクとかね。そういう時に一回折り込んでビットコインが上がってきたっていうね、そういうチャートを皆さんに見せたことありますけど、それが再びなんか起こるのか、それとも一緒に暴落するのか、どうなんだろうなってね、いうところをちょっと話していこうと思います。はい、ということで、まあ本日のニュースは以上になりますね。はい、それではコメント紹介いきましょう。皆さんいつもありがとうございます。はい、ピンクパンサーさん、はい、今日も夢のある配信をありがとうございます。 XRP レジャーアーミーって呼ぶのかな、の投票数が30超えました。これを2週間維持できれば SBIVC による SBI か、AMM サービスの、AMM か、サービスが開始となり、リプラは救われるんじゃないでしょうか。逆に、参戦の28票が下回ると大変になること、大変なことになるかもしれませんが、とりあえずおめでとうございますということで、あ、そういうことがあったんですね。おう、なるほどね。なんかこの AMM も、なんか、分かれてるのかな？賛成してる人と、不安に思って、やめた方がいいって言ってる人とね。確かなんか、ネットなんかちょっとだけ、そんなような、話題があったのを見たような気がする。
はい、ありがとうございます。なんかこれいいよね、全然知らない、俺が知らないことをこうやってね皆さんにこう書いて、くれてることはありがたいですね。はい、ありがとうございます。はい、16923、XRP もそろそろ上げて来て良いでしょう。 XLM の分析も楽しみにしています。BTC 一旦利確しようか迷ってます。今回もありがとうございました。そうだね、利確ね、は大事だからね、やっぱねって思いますね。はい、この後ね上げるの、株価がさ、なんかちょっと怪しいからね、怪しい、とにかく怪しい、株価がちょっとね、ちょっとだけ、FRB のさ、銀行救済処置あるじゃない、ずっとやってきてるんだけどさ、金をね、ずっと流入していくっていうか、入金していくっていうか、銀行助けるために、それもうすぐ終わるね、そういえばね、ちょっとそれも次のニュースでちょっと話しますね。はい、ということで、まあ株価ちょっとそれが止まれば銀行とかどうなんのみたいなね、まあそういうところも思ってるわけですね。ということから、指数とかもさどうなるのとかさ、そういうところもまあ見てるわけですね。でそれとのビットコインの相関関係とかね、だからまあ怪しいんですよ、上っていうか、まあ下も上も怪しいってことです、要するにね。はい、ポさん、私も同じ考えで、もしそう動けば G 波の上げの、日柄も分かりそうですね。これね同じですね。はい、なので今日ねサイクル論でさ示した日にちが多分ボトムつけに行く、日にちだから、上がると考えていて買い回そうと思ってる場合は、まあいいタイミングになるね、最後のね。ただ 100% 上がるとは言えないからさ、逆に何かあってね、事件があって事故があってなんか下がるようなさ、ことがあるんだったら、いい利確場所になるかもしれないしね、今がね、って思いますね。はい、ありがとうございます。XRP ってことでね、はい、XRP は結構下げたけどさ、あと1回っていうか上がるはずなんだけどね、テクニカル的にはね。だからその深さが、まあ、今日話した、サイクルの、ボトムの時間で終わるのか、あと1回サイクルを作るのか、どっちかなんですよ、って思ってんだよね。はい、ということでありがとうございます。はい、Kさん、2個目半減期の前の最後の買い場待ってるんですけど、半減期後に買い場来ますかね。これはね、今日動画に話した自分の考えはね、この下げがボトムと見られるね、この場所だよね、ここをさ、ね、下抜けて、例えば3万5千だっけ俺が言ったの、そう、3万5千かね、3万5千ちょっと上、3万5千から6千あたりまで、落とすっていう、元々の分析で、まあ今もその分析は継続してるんだけど、そこまで来た時がまず1回拾うところなんだけど、1回ズドーンってこの後上がった後に本格的な調整に入る可能性があるっていう風に見てるわけですね。そこら辺がね、どうなるのかなっていうことですよね。銀行の、また破綻のさ、再燃が今出てきてるから、まあそういうファンダメンタルとかもね、どうなのかなって思うよね。今回は影響するのかしないのかとかさ、それとも今までのちょっと前のさ、シグネチャーバンクとかなんとかバンクとか破綻した時とは別の動きするのかとかさ、まあちょっと分かんないよね、だからそこら辺ね。まあとにかくね、俺の中ではこの際、ここね、最後上昇作った後に一回ねでかく落ちると思ってるんだよね、思ってる。だからここで買うのか、それともその時に買うのかは、どこで利確すればいいのかっていう、その計画によっては買い場になるし、それとも見送って
次の本格的な下げが来た時に買うのか、まあどっちかだと思うんだけどね。うん、あのこれがさ A 波だから多分 A だと思うからね、あの階層上だとね。これずっと話してきてるんだけど、うん、そしたら B を作って C で上がる予定なんだけど、ちょっと分かんないんだよね今のところ、まだ、うん、照準があのまずこの最後の上昇が来るかどうか、うん、そこ確認しないと何とも言えなくてね、うん、だからこれがあの照準合わせていかないと皆さんにちょっと言えないからって、長期的にはどういう動きするかもう分析できてるんだけどっていった話なんだけど、まあそれが実現するのかどうなのかっていうところが、うん、まあ何とも言えないところでね今現状はね、うん、っていう感じなんですよね。はい、ということで、まあちょっとこの動画の後にあのその銀行関係のねニュースと一緒に含めてビットコインのニュースと、うん、あとまあチャート見てその動画あの今作ってる途中なので、今日上げれるか明日上げれるか、まあ、どっちかだと思います。はい、ということで、いつも皆さんありがとうございます。はい、それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。失礼します。